島おはようございます、えー、今日はローマ字への手紙第18回目ということですけれどもえ8章の18節から8章の最後は39節までをご一緒に考えたいと思います、えー、これまでえこのローマ字への手紙はえ私たちの罪とまたその罪からの救いについてえ義人そして聖か栄か その流れの中で学んできました特に7章では私たちが持つ罪のさまざまな内側の葛藤の問題についても考えてきました8章に入りそのような自分自身の内にある住み着いている罪があるにもかかわらず私たちが絶対罪に定められることはありえないそれはこのキリストにあるということそのことが 私たちの救いの根拠となっているということを確認してきましたけれども、えー、今日はいよいよ発章の後半ということで、タイトルにもありますとおり、栄光への望みということでご一緒に考えていこうと思います。えー、この、えー、救いのいよいよ、競、え、技、ー、の最後の部分に今日は入って、えー、まいります、えー。これまでのことを振り返りながら、えー、アウトラインを見ますと、 神の救いに関する教理ということが1章から8章まで書かれており今日はいよいよその最後の部分にあたります。8章のの後半の部分であります先ほど触れました通り一番左側の区分を見ていきますと私たちに対して主が与えてくださる救いはまず信仰によって義と認められることそして私たちのうちに主が住まわせてくださった御霊により私たちが 主の見姿に変えられていく。というのは私たちが主と一体とされている。それ上に主が私のうちに働いてくださり、巫女の見姿を形作ってくださる。その成果のことについて考えてきました。いよいよ今日は最後の栄光の体に変えられるというですね、救いのクライマックスに関することに入っていきます。栄華に関することが今日の中心テーマになっていきます。えー、今日は 18節から39節ですけれども主に3つの部分に分けて考えたいと思います。えー、前回も、えー、御霊の働きについてですね8章の前半、えー、考えましたけれども今日は引き続きこの御霊がこの栄光の姿に変えられようとしている現状の私に対して取りなしてくださるお方であるその取りなす御霊ということをまず初めに触れそして 私たちをこの栄光の主と同じ姿に変えるということ自体が神の初めからあったご計画であるその神の計画について続いて触れそして最後にこの神によって愛されているがゆえにことして愛されているがゆえに私たちに神が備えてくださっている勝利についてご一緒に考えていきたいと思います。それでは最初に A の取りなす御霊ということについて考えたいと思いますが、プリントに沿ってまたご一緒に御言葉を味わいながら確認していきたいと思います。え今日の箇所は8章の18節からということですけれども、初めに18節だけお読みしたいと思います。新約聖書の310ページ、ローマ8章18節今の時の苦難は、 やがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今の時の苦難これが7章の方に挙げられていましたけれどもその直前の17節前回の振り返りになりますが17節の御言葉を続いて味わいたいと思います。子供であるなら相続人でもあります。 私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのですこの栄光を受けるということの前段として今の私たちの現状はキリストと共に苦難を受けている状態にあるということがここにありますが今日はこの苦難とこの栄光 ということのまず対比から入っていきます今私たちが受けている苦難はこのパウロの告白によれば取るに足りないものというパウロ自身の価値観がありますその理由についてまたこれから考えたいと思いますけれども私たちがやがて受ける栄光はこの、えー、苦難と比較すれば比較するというかもう比較 できないほどにまで素晴らしい栄光であるということが逆に言えるわけです。今の時の苦難、この今の時という言葉が限定的であるということを指しているキーワードであると思います。この地上で受けるさまざまな苦難があるかもしれませんが、それは限定的であり、やがて受ける栄光というのは永遠に続くものであるということです。さて、先ほど お読みした、やがて私たちに掲示される栄光、この対比の中でこの言葉が何を指しているのかをまず考えたいと思いますが、これはやがて必ず起こるという約束がある、騎居のことを指しているということは、これは疑いのないことであると思います。なぜなら一つ目に、騎居が起こった瞬間、イエス様自身が 空中まで私たちを、教会を迎えに来てくださる瞬間、起こることは、栄華されるという、この神の御救いの最終段階に関わることだからです。少し飛びますけれども、23節を見ていただきたいと思いますが、後でまたこのところに触れますけれども、それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、 私たちの体が贖がなわれることを待ち望みながら心の中でうめいています」とありますがこの体が贖がなわれることこれが栄華と呼ばれています栄光ある種の見姿と同じ姿に変えられること体の贖いですずっと七章にかけてですね私のうちには罪,罪が住みついており そして自分でしたくない悪を私たちは行っている。死体善を行うことができない、その力がない。というですね、うちにあるその罪の力に、ある時は翻弄され、ある時はまさに惑わされやすいものでありますが、その罪を宿す体が、主の栄光の体、罪をもう犯すことがない体に作り変えられる時が必ず来るというのが、 御言葉の約束ですこれが体の贖いです私たちはすでに私たちの魂の贖がないをいただきました魂が主のものとされるためにイエス様が血を流してくださったその主の十字架の贖がないの宮沢を信じ受け取った時に私たちの魂は主の前に贖がなわれてもうすでに清いものとして取り扱われています。しかしかこの地上にまだ肉体を 残しこの地上での旅人としての歩みをしている私たちは相変わらずこの罪の宿す体を引きずって歩いている生活しているしかしこの体をも癒やしい体をも主は実は栄光の体に変えてくださるというのが主の約束ですそしてこの体があがなわれて罪を犯さない体に作り変えられたその瞬間に変えられるだけではなく主が 備えてくださる報いを私たちは受ける。これが私たちに対して主がまさに栄光を与えてくださる時でもあります。第二コリントの五章実説にキリストの裁きの座、私たちに対する報いを主が与えてくださる、そのジャッジの時が約束されています。今スクリーンにお出ししていますけれども、第二コリント五章実説。私たちは皆、 善であり悪でありそれぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるためにキリストの裁きの座に座の前に現れなければならないのです私たちはこの時報いを受けますそれがどれほどであるか今私たちにはわかりませんその人が主のお心をどれほど喜ばせるその悩みをしてきたのかそのことについて報いがあります 救いは誰でも無代化でありキリストによる恵みの救いですが報いに関してはそれぞれが主の前になした肉体においてした行いに応じて報いが備えられていますその時私たちは自分自身がどのようにこの地上を主のものとして歩んだかを主の前につまびらかにされそして主からは報いを 受けるその歩みが本当に主に喜ばれるものであったならばあのコリントの言葉を借りればまさに金銀宝石主の前に本当に価値あるものとして主は私たちのこの信仰生活を評価しそして裁き報いを与えてくださるもし私たちのうちに何か主に喜ばれないこの地上において 成した行いが主のお心と違うことで埋め尽くされてしまうようなことがあるならば私たちの魂は救われそして主のものとして永遠の御國に入りますけれども、まあ、どれほどの報いがあるのかは分かりませんしかし私たちがこの主からいただく報いというのは主ご自身が喜んで私たちのために備えてくださっているものです 私自身も主から報いをいただいたきにそれぞれが受け取った報いは自分自身が本当に主によって報われたと満足できる喜ぶことができる感謝し主の栄光を称えることができるそのような報いであるに違いありませんそれぞれがそれぞれの行いに応じて人との比較ではなく主がそのように私たちを 喜んでくださっていいるるととうことがわかるそのような報いではないでしょうか。それに至るまでに私には苦難があります。今の時の苦難について、これは一時的である。かつそれは、キリストの見苦しみに預かることである。ペテルはそのように書きました。主の足跡に従うことになるのである。ですから私たちはこれを苦難として、もちろん、 受け止めなければならないことはありますけれどもしかしそれは主のご自身を私がこの生涯において味わうという,もう絶対に他の人には許されていないこれは恵みであるそのことを感謝しつつですね主の足跡に従いたいと思います主は三条の推訓の冒頭でマタイの五章をこのように語られましたマタイの五章を1節から12節 義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り、迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです。喜びなさい。大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。 あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。ここでも主は報いについて語ってくださっています。もし私たちが何か自分自身の失敗とかではなくて主の名の故に迫害あるいは誤解中傷、侮辱などを受けるならばあなた方の天における報いは本当に大きい。 預言者たちもそのように取り扱われたいえ主ご自身こそそのようにこの地上において人々,人々から侮辱されそして中傷され見下されその苦しみをまさに学ばれたお方味わってくださったお方ですですから私たちが主の受けられたその見苦しみを共に味わうことができる預かることができるのは恵みだというのです 使徒の働きの五章、初代教会の使徒たちは、苦しみに預かることをむしろ喜んでいきました。五章の17節18節、そこで大祭司とその仲間たち、すなわち佐渡会派の者たちは皆妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、彼らを公の留置場に入れた。まあ、大変な迫害が、 初代教会の生徒たちに怒りましたしかし彼らが迫害した根拠は動機は妬みであったのです世の権威者たちは私たちが持っているこの救いの素晴らしさを理解することはできないそれなのに私たちが喜んでいるので妬みに燃えて立ち上がるのだというのですそして留置場に入れられた結果40四41節 人たちを呼び入れて無知で討ちイエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した多くの人々がこの人たちの証言が確かであることをしかも癒された人が共に立っているのであるならば誰も否定することができない主がそのことを明らかにしてくださったがゆえに釈放するしかなかったのです。41節 人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったその時のユダヤの最高議会にまで彼らは引き出されていきましたけれどもしかし無知打たれるという肉体的な痛みはありましたがそれ以上にイエスの名によって恥ずかしめられる 自分たちはそれに値するものとされたのだそれほど価値ある苦しみに私たちはあっているのだということをむしろ喜びながらそこを去っていったというのです私たちの歩みは果たしてそれほどにまで価値ある歩みとなっているでしょうかペテロはその苦しみを受けた一へでしたけれどもその手紙の中で書きました 第2第一ペテロ2章19節から21節もし誰かが不当な苦しみを受けながら神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるならそれは神に喜ばれることです罪を犯して打ち叩かれそれを耐え忍んでも何の誉れになるでしょうしかし善を行って苦しみを受けそれを耐え忍ぶならそれは神の御前に喜ばれることです このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。主の見苦しみに私たちは預かり、その足跡に従うことになるのだ。だから善を行ったゆえの苦しみというのは大きな報いを伴うものである。そのことを私たちは覚えたいなと思います。将来の 栄光それはまさに永続するものであり主は全てをご存知です主はすべてをご存知ですから全ての裁きはその主にお委ねすればよいその信仰に立って人たちが歩んだように私たちも主は必ず知っていてくださり報いてくださるお方だそのことを覚えて歩みたいと思いますさて8章の 19節から27節には3つのうめきが出てきます。これは苦しみの中で希望を持って待ち望んでいる。私たちには大きな希望がある。それは確定している。しかし今の現実はまだまだ苦しみの中にある。まあ、それゆえに私たちにうめきがある。しかも聖書はここに3つのうめきがあることを 記していますその3つのことについて考えていきたいと思いますけれども19節から22節には非造物の埋めきということが書かれていますそして23節から25節は私たち自身も埋めいている3番目に26節27節には御霊ご自身も埋めいておられるこのことについてですねこれから考えていきたいと思います さてまず最初にこの非造物の埋めきということですけれどもこれは実は人の罪によって起こった埋めきでした創世記3章アダムとエバが罪を犯した時に神ご自身の宣告です創世記3章の17節から19節の御言葉をお読みしますまた人に言われたあなたが妻の声に聞き従い 食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたのゆえに呪われるあなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる大地はあなたに対して茨とあざみを生えさせあなたは野の草を食べるあなたは顔に汗を流して糧を得ついにはその大地に帰るあなたはそこから取られたのだからあなたは土の塵だから 土の塵に変えるのだアダムとエバが罪を犯した時特にここでは人と語られているこれは直接的にはアダムを指しますその人の罪の責任はアダム自身にありました最初にあの善悪を知る知識の木の実を食べたのはエバでしたがアダムもそこにいたのですそしてエバがそれを食べるのを 止めることをししませんでしたそれと同時にこのアダムもその身を食べそして神に背く自分自身の決断で自分自身の選びで人生を歩んでいく道を選び取りそして神の前に背くその生活を決定づけていきましたすべての責任は初めの人アダムにあるそして神は この一人の人アダムに罪の責任を負わせることを通してそしてアダムから生まれてくる全ての人類がこの同じ罪の責任が問われるようにあえてされることを通して全ての人を罪の下に閉じ込められたのでしたこれはローマ5章の時にご一緒に考えたことですそれには目的がありました全ての人が罪の下にあるということを 宣告された神は、すべての人が第二のアダムを通して義と認められる恵みがその罪を覆い尽くすように作用しようとされたのでした。神の大きなご計画から出たことであったのです。さてローマの八章の御言葉に目を止めていただきたいと思いますが、十九節からですね、二十二節のところを。 お読みしてて続けいいいきたいと思います非造物は切実な思いで神の子どもたちが現れるのを待ち望んでいます非造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです非造物自体も滅びの束縛から解放され神の子どもたちの栄光の自由に預かります 私たちは知っています。非造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。ここで20節非造物が虚無に服した」という言葉が出てきており21節では「滅びの束縛」という言葉が出てきています。これは人の罪ゆえにその非造物が呪われたということ。 そして神御身の主権のもとにその罪がもたらした呪いの支配の中に今被造物が置かれているそれに束縛されている状態そのことを表す言葉です人が犯した罪ゆえでした今お読みした22節のところの2行目に今に至るまで共にうめき共にきの苦しみと出てきています ともにということは神ご自身の呪いはまず罪を犯したた人のの上に下ったのですそして人が管理するようにと神に委ねられた大地もその人の罪ゆえに呪われたものとなりましたですから非造物もともにというのは人の罪ゆえにというこの人がもたらした罪からの呪いを受けているそのことが この御言葉からわかると思いますさてこの秘蔵物は二十二十節ですね二十節の一行目今お読みしたところに虚無に服したのは自分の意思からではないと書かれていますまあ秘蔵物がですね自分の意思で虚無に服することはありません秘蔵物は これは人の管理下にあるもの神の秩序の中にあるもの、えー、しかしそれをそのようにしたのは人の罪ゆえでありかつその人が管理するようにと神によって委ねられたその人の責任を神が問う形ですべてをこの虚無に服させたですからどれほど人の罪というものが もたらす影響が大きいかということを私は知るのではないでしょうか。今全世界ががさまままざななな環環境境破壊の問題など生き物が非常にに住みづらいいっていますもちろんこの人の罪ゆえにこの大地は茨とあざみを生じさせると先ほど触れたような言葉がありますけれどもこの砂漠化のこととかさまざまな環境破壊は人が 自らの利益を得るために人間中心の世界を築き上げようとした結果その影響をこの自然界が被っているということは今の現実であると思いますそれはまさに加速度的に進んでいるように思います人の罪が広がれば広がるほど人間が自分自身のその繁栄を求め続け自己中心の生活を 重ねれば重ねるほどそのツケがそのリスクがそのような形で自然界を通して人間に返ってきているのが現代の様相ではないかなと思うのです。私人間がどれほど大きな責任を負っているのか、まあ、これが今の世界がですね人間に対して訴えかけているうめいていることであると思います。 さて、この、非造物に関しては、しかし神は、望みがある、とも書いています。まあ、二0節のところで、19節のところで、彼らは、非造物は、待ち望んでいる。20節では、望みがある。21節では、自由に、栄光の自由に預かるとですね、前向きの言葉が、立て続けに並び、 そして22節で、共に生みの苦しみをしていると書いてあるのです。生みの苦しみというのは、ただの苦しみとは違います。まあ、陣痛のようなものですね。つまりそれは、ただの痛みではなく、ただの苦しみではなく、新しい命が生まれ出るための苦しみです。一時的な。そして、生みの苦しみですから、この後、幸いが待っている。 それを生み出すために今はその苦しみをしているのが海の苦しみです。ですから、自然界、非造物には希望があるとまで書かれているようです。何を待ち望んでいるのでしょうか。神の子供たちの現れ。19節神の子供たちの現れ。これは、 イエス様が再臨される時にすでに霊去において巫女と同じ姿に変えられている栄化されている私たちがイエス・キリストと共にこの地上で千年王国を過ごすためにもう一度来ることが御言葉に書かれていますけれどもまさにそのことを指しているのではないでしょうか私たちがキリストと同じ姿に変えられるその栄化される その栄光にこの被造物も預かっていく。私たちが自由にされている、栄華されているその祝福に共に預かっていく。今、人間の罪上に呪われた大地が、その呪いから解放されて、人が罪を犯す前の、本当に恵まれた、祝福された神様の秩序が全てを支配している。その状況に、 この全地が回復されていく。それこそこの束縛からの自由束縛からの解放のことを指しているではないでしょうか人の三章に行きますとこのようにメッセージが語られました「このイエスは神が昔からその聖なる預言者たちの口を通して語られた万物が改まる時まで 天にとどまっていなければなりません。イエス様が天にとどまっておられる。そこからもう一度来られるとき、万物が改まるというのです。まずはじめに私たちが警教され、そして巫女の見姿に変えられます。そしてイエス様と一緒に 天での七年間を過ごします。そしてもう一度イエス様がこの地上に地上再臨される時、千年王国が実現し、万物が改まる。その時までイエス様は天に留まっていなければならない。観難時代が終わるまで、王として来臨されるまで、主は御国において留まり続けておられるのです。 そして主がやがてこらえるとき、その預言者たちの口を通して予告されたことが必ず起こり、万物が改まる。例えば、イザヤの三35章、代表的なことですけれども、一節二節。荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、歓喜して歌う。これにレバノン,バノンの栄光とカルメルやシャロンの遺光が授けられるので、 彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。六節。その時、足の苗た者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルが伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。旧約聖書の中に数多くの この万物が改ままる予言ががなされています主がこらえる時にこのことが起こるこれは一度目の初臨の時に起こったこととも重ね合わされている予言だということがわかると思いますイエス様がこらえる時その目の不自由なもの足の不自由なものがその束縛から解放されて癒しが与えられたそういうようなことも起こりましたしかし やがて千年王国王として治められてそして万物をご自身のその支配下に入れられるときにこの地上のすべての呪いが主の御手によって解放されてそしてこのような万物の改まる時が来るということが予言されています非造物はこの時が来るのを埋めいて待ち続けている この地上で様々な自然界の困難があるときに、その自然界の埋めき、人の罪ゆえの埋めきを、私たちは感じ取りつつですね、主のご来臨を待つものでありたいなと思います。続いて、23節から25節、私たちの埋めきについて書かれています。見言葉をお読みします。 それだけでなく、御霊の発報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体が贖がなわれることを待ち望みながら、心の中で埋めいています。私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。 さて、ここの御言葉の中に、御霊の発歩をいただいていると23節にありました。発報、それは最初に受けるものの祝福を指しています。私たちはイエス様を頃から信じ、救い主として信じ、受け入れた時に、御霊をいただくものとなりました。そして、キリストと一体化され、そして、 教会に加えられたのです。体なる教会に加えられるものとなりました。まずこの御霊の内獣をいただいたという、この祝福を私たちは味わっているのです。まさに御霊の発歩を私たちはいただいています。そしてまだ見てみ、見ていないもの。それは栄華される望み。それはまだ見ていません。ですから忍耐して待ち望むのです。プリントにはありませんけれども、 第二コリントの5章にこのような埋めきについて書かれています。第二コリント5章の2節と4節私たちはこの幕屋にあって埋めき、天から与えられる住まいを期待と絶望しています。確かにこの幕屋のうちにいる間私たちはおむにを追って埋めいています。それはこの幕屋を脱ぎたいからではありません。死ぬはずのものが命によって飲み込まれるために天からの住まいを上に 来たいからです私たちが今持っているこの肉体のことを幕屋とここでは例えて記しています幕屋とは何でしょうか移動式のテントですつまり一時的なものですそれはやがて移動していくもの私たちが今与えられているこの肉体は移動していくものつまり一時的な天からの 誠の体、誠の命をいただく前の仮の幕屋である。やがてこの幕屋は脱ぎ捨てるべき幕屋である。それがこの御言葉に記されている内容です。ですから今私たちは罪という重荷を負って埋めいているという現状にある。それはなぜ埋めく必要があるのか。命によって 死ぬはずのものが飲み込まれるために天からの住まい、つまり栄化された体を着たいからだ。その希望が明らかであるから、それに向けての埋めきがある。それを希望するゆえの埋めきがある。というのです。この現実のギャップの中で、葛藤の中で、私たちは埋めきを持っていますけれども、しかし希望があるゆえの埋めきであることを覚えたいと思います。さて私たちが、 望みとして持つもの。えー、それは私たちの体があがなわれることですね。ピ、えー、リピの3章21節キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。この主を待ち望んでいるのです。第一ハネ3章2節愛する者たち。 私たちはすでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちは、キリストが現れた時、つまり敬虚の時に、キリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。空中でこの種と会うことが約束されています。そのように、私たちの体が栄華,された栄華される時を私は待ち望んで、 います。さて、御霊ご自身もうめいていてくださる。26節27節をお読みしましょう。同じように御霊も弱い、私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら。 御霊は神の御心に従って、生徒たちのために取りなしてくださるからです。実にこの御霊は、どう祈ったらよいかわからない私たちの祈りを、御父の前に取りなしてくださるお方です。言葉にならないような、拙い、不十分な私たちの祈りを、御霊はまさにその私たちの内にある重荷を、 理解しつつ追いつつそして道の前におけるその悲しみをもともに味わいつつうめきながら私たちの祈りを道の前に取りなしていてくださる私の心を探る方はこの三霊の思いが何であるかを知っていてくださる方だというのです私の祈りはこの三霊によって まさに清見をいただき御子・イエス様を通して香りを加えていただいて御父師の前に捧げられる祈りとなっていく御霊ご自身も共にうめいてくださっているその御霊を私たちはいただいているのですからいつでも御霊によって祈ることができるこの苦しみの中にあってうめく私たちはこの共にうめいていてくださるこの御霊を通して 父の身元に近づくといいう素晴ららしい道を与えられていますこの永遠の栄光に預かるということはこの御霊初歩である御霊をいただいているということから明らかに確約されていることです。そして今もし苦難の中にあったとしても主が来られる時が必ずあることを私たちは約束として知っていますから忍耐をして希望を持ち待ち望む。 まあそのような生活をですね送りたいと思いますさて続いて神の計画に入りたいと思いますこの計画というのはなんと恐れ多いことですが私たちを子としてくださる計画です28節から30節をお読みします神を愛する人たちすなわち神のご計画に従って召された人たちのためには すてててのこことととが共に働いいなることを私たちは知っています神はあらかじめ知っている人たちを巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で巫女が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えに。 なりました御子と同じ姿に変えるなんと神は私たちをご計画に従って召し事するという約束を計画を立ててくださっているのです神ご自身はこのことをあらかじめ知っておられたそしてあらかじめその形を定められたそして あらかじめ定めた人に「召し」「義人」「栄光」を与えられたこの素晴らしいステップがここに書かれています一つ一つ見言葉から確認したいと思いますが第一ペテロの一章二節「父なる神の余地のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うようにまたその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ」 恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。ベテルはこの手紙の冒頭で苦難の中にあるアジアの巨大たちに対してあなた方は選ばれているのです。神はそのことをあらかじめ知っていてくださるのです。ですから、この恵みが平安がますます豊かにされるように、それがあなた方を支配するようにと 管の中にある兄弟たちに語りました。エペソ1章4節。すなわち神は世界の元意が据えられる前から、つまりあらかじめ、この方にあって私たちを選び、見前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。その形を神はあらかじめ定められました。私たちを聖なる傷のないものにしよう。 これが私たちを今年で定める上で神が決定された姿です。聖なるものにする、傷のないものにする、そしてそれはこの方にあって、つまり巫女にあって選ぶことによってそのように定められたというのです。私たちがそのような姿にされるのは、キリストが巫女がそのようなお方だからです。 そしてそのように定められた者たちに対して神は素晴らしい約束を与えられました。このエペソ一章五節。神は御心の良しとするところに従って、つまり神のご計画に従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。神の栄光の座に私たちも共に座らせていただく。 そのために召され、義と認めら,れ栄光を与えられた。先ほどお読みした最後のところではすでに過去形で書かれていました。ことする目的のために神は全てのことを益とされる。すべてのことこの中に苦難が入れられていることは明らかです。そして益とされるというのは私たちが成長するために。 子として成長するために神は全てを益としてくださるという意味でしょう。神は私たちをことされることを決定づけられたゆえに、子としての成長を願っておられます。親であるならば、子が成長することを願うのは人間であっても当然です。なおさら天の父は、私たちが子としての成長をする姿をどれほど 喜ばれることでしょうかどれほど楽しみにしておられるでしょうかそして29節ではそのように私たちが今年で成長してほしいという道の密航の中にいつもそのお心の中心にあるのは御子ご自身なのです御子ご自身が第一であることつまり長子であることが明らかになるためです 私たちを巫女と同じ姿に変えることも巫女にあって私たちがそのような栄光に預かることもすべては巫女が第一である巫女が長子としてその方に似るものとされることを神はお心として持っておられたがゆえにこのことを計画しておられるのです30節将来の栄光もここで完了したものとして書かれています さらに栄光をお与えにになりましたすで定まっているこれが神ご自身のご計画です。私たちはこの神のことしてくださるということの全容をよく知るべきではないでしょうかそしてまたそのためにすでに神が何をなしてくださったのかそして今何をなしてくださろうとしているのかなさっておられるのかという信仰形。 そしてやがて将来なしてくださることをよく知ることここから感謝があふれここから賛美が与えられここから日々の私たちのビジョンが与えられそして変わることのない希望が与えられてくるのではないでしょうかさて最後に愛による勝利ということをご一緒に考えて終わりたいと思います。 31節から終わりまでお読みいたします。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえ惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるのですか。 神が義と認めてくださるのです。誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方、いや、えられた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも私たちのために取り成していてくださるのです。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか苦難ですか苦悩ですか迫害ですか上ですか裸ですか危険ですか剣ですか こう書かれています。あなたのために私たちは休みなく殺され、小ふられる羊とみなされています。しかし、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。私はこう確信しています。死も命も、見つかりたちも、支配者たちも、今あるものも、ある、今あるものも後に来るものも、力あるものも、 高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。素晴らしい愛の勝利の参加がここに記されています。冒頭の31節、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。これらのこと。 というのはまさにこの一章から八章までずっとパウロが記してきたこの神の救いの計画、救いに関する教えすべてのことから何が言えるでしょうか。パウロが冒頭で、一章の冒頭で、福音を知らせましょう。この福音とは何なのか。と記してきた、まさにこの福音がもたらす力から何が言えるのか。福音を渡して何をもたらすのか。ということの総括であり、 その力の賛美であると思います。そして繰り返し、誰がこうすることができるか、どうしてこのように言えるのか、という反語的な言い方を用いながら、神は必ずこれこれしてくださる、ということを強調しています。そしてパウロは、何が言えるでしょうか、6つのことを挙げています。1つ目、神は味方です。 力強い言葉です。神が味方です。誰も敵対できないということです。一時的な苦難があったとしても、苦難を与えるものが、私の目から見た時に非常に大きな力の強い、恐ろしいものに見えたとしても、神は味方ですから、誰も敵対できません。私たちに敵対できない、いえ、むしろ、神に 誰も敵対でできないのです二点目御子とともに全てのものを神は恵んでくださるということが言えるなぜなら御子をさえ惜しむことなく死に渡されたお方であるからその方に私は信頼しているゆえに絶対に御子をさえ惜しんで惜しまずに与えてくださったのですから全てのものを惜しむことなく 神は必ず与えてくださる。その神に期待することができるのです。三点目。神が義と認めてくださる。自分自身の内にある罪に悩むことがあるかもしれません。どれほど自分は不完全なものか、弱いものか、もちろんその通りです。神はそれをよくご存知です。ご存知の上で私たちを選ばれました。 そして私たちを訴えようとする者が絶えず私たちの心に耳に語りかけてくるのです。キリスト者と言いながらそんなことでいいのかそれでも本当に救われていると思っているのかと疑いを持ち込んでくるのですそれは訴える者という名を持つサタンですしかし誰も私たちに不義 の宣言をすることはできないのです。なぜなら、神が義と認めてくださるお方だからです。神はすべての主権者であり、すべての裁き主です。神こそ公正な裁きを与えてくださるお方です。ですから、神が義と認めてくださる以上、誰も私を訴えることはできません。4点目。誰も私たちを罪に定められない。 不義とされないもう一つの大きな根拠がありますそれは御子イエス・キリストの取りなしゆえですこの方は贖い主であるお方先ほどお読みした御言葉には死んでくださった方いやよみがえられた方であるキリストイエス私たちのためにすでに贖いが実現しています 主はそのために死んでくださいましたそして義が確かであるわゆに神によってよみがえらされたお方ですこの義なるイエス様が取りなしていてくださうのです誰も私たちを罪で定めることができません100%完璧な弁護人が私たちにはついているのです5点目誰もつまりどんな苦難もキリストの 愛から私を引き離すことができません。パオロ自身の経験、まあ、第二コリントの十一章の見言葉を、えー、プリントの方に引用しましたけれども、パオロ自身のロ苦が苦難がこの中に誇ることもやむを得ませんと言ってですね、パオロは印象を引用しています。どれほど多くの苦難にあってきたことか。しかし、 そのようなどんな苦難の中にあったとしても、パウロは、キリストの愛は私を掴んで離さなかったという経験を持っているのです。このパウロ自身の経験ほどの苦しみを絶対私たちはすることがありません。であるならば、そのようなものが私に対する神ご一心の愛から私を引き離すことは絶対にあり得ないのです。そして私たちが 圧倒的な勝利者となるということも言えるのです。イエス様ご自身がすでに私はすでに世に勝利したと宣言されました。死とヨハネも世に勝つ者、それはイエスを神の御子と信じるものだと書いています。このロマ書の中でずっと見てきたのはこのイエスご自身こそ神の御子自身であり救い主であり 私の罪を完全に,贖い捉えたお方罪に打ち勝たれたお方よみがえられたお方この方と私たちは完全に一体化されているがゆえにこの方にある勝利に預かることはこれはもう確実である圧倒的な勝利者とされているというというのが私たちの持っている立場でありまた現実に勝利することができると聖書は約束します。 さて、パウロの核心38節39節いかなるものもキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができない。ここにいくつかのことが挙げられていますけれども、ある仲介書にこのように書かれていました。死も命も、これは私たちがこの世で味わう命に関すること。見つかりたちも支配者たちも、これは霊的な存在。 あらゆる私たちに目に見えない存在が力を持っているかもしれませんが、それらも絶対に神の愛から私たちを引き離す存在とはなり得ない。今あるものも後に来るものも、これは時間的にどのような状況にあろうとも、いつ何が起ころうとも、それらは私たちを神の愛から引き離すものとはならない。そして力あるもの、見つかりやあるいは悪霊、 私人間以上に力がある存在は霊的な存在としていくらでも存在しますがしかしそれらも神の愛から私を引き離すものとはならない高いところまた低いところつまり空間的な要因ですけれどもそのようないかなるこの、えー、次元的な要因も私たちを神の愛から引き離すものにはならない その他どんな被造物も、もうこの中にも他のすべてのものが含まれる。つまり一切のものがキリストイエスになる神の愛から私たちを引き離すことはあり得ない。それほどこの神の愛というのは完全にキリストイエスを通して私たちに注がれており、それゆえに私たちはことされている。これが確かな現実であることをいつも喜び。 ままたた確信しいいと思います主がしてくださったことを私は忘れず主にある勝利を心から感謝してそして歩みたいと思います最後に詩編編「詩偏103編理節の御言葉」を読んで終わります「我が魂を主を褒めたたえよ主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな」 今月の日曜学校の暗証成果でもありますけれども、この御言葉は本当にいつも主のなしてくださったこと、この一章から八章までに考えてきたこと、一つ一つを決して忘れることなく、主にある勝利者として歩みたたいいいいとと思思まますす待ち望みではお祈りりして終わたいと思います。